マノッチです。栄冠やっていきましょ。今日秋の県大会1回戦で読み方が分かんなかったので調べたんですけど、戸部って読むらしいです。戸部西、はい、前評判いい、頑張っていきましょう。はい、コメント、取りだめしたので前々回と前々前回、はい、まあ読んでいきます。中日の白米禁止についてどう思いますか。中日ドラゴンズのこと白米禁止なのなんで本当にただただなんでっていうのが出てくるんだけど。栄冠のオール G 企画の時、マノッチさん桜間を春4月のやつすっ飛ばしてたよ。今では考えられないね。考えられないね。なんでだろう、めんどくさかったのかな、なんでだろうね。アイテムをどうするかっていうコメントをいただいてまして、まあ3年勝負だし買った方がいいんじゃないかとか、お褒め、無限に使うのは恒例だったよねみたいになって、あのね、まずアイテム買えない2014にそのシステムがなかった。14の栄冠ってこんなに早く2つ名つくの。このコメント見て思ったんだけど、確かに早いなと思ったよね。君島のスナイパーでしょ、早いなと思ったね。敬遠するとき投手を一度一塁に置いて敬遠終わったらマウンドに戻した方がいい。これあったな、なんか前もねコメントもらった、これもらって思い出した、あーと思ったわ。こんばんは。こんばんは。惜しかった、本当に惜しかった。ただ君島が絶不調すぎてここぞで使えなかった。結構ね君島くん関係のコメントは多くいただいてて、愛されたな。なんだろうな、栄冠のいいとこだよね俺はねやってて思うんだよ。これゲーム実況だから思うのかもしれないけど、すごい感情移入してしまう選手ってなんか稀に出てくるんだよね。自分もエンドランのサイン出すと永遠にファール出ることあります。エンドランで永遠ファールか。まあ仮にそうな、自分がそういうシーンに出くわしたとしてもさほどダメージはないし、相手の投手削れるから、それはすごくいいよね、いいシーンだよね。コリジョン久々に聞いた。実際できたのっていつからだっけ。まあ2014じゃあったよね、16とか言っても 5、6年前ぐらいか。マノチさんこんばんは。こんばんは。フォックルのコメントしたものです。動画送らせていただいてありがとうございますとの返信いただきまして、逆にありがとうございます。ツイッターでね、あ X、でいただいて実際の映像見たんですけども、あーこれがフォックルかっていう、なんか遅い球っていうイメージしかないな。ナックルっていうよりは俺の中でチェンジアップに近いのかなっていう イメージとしてはね、なんかそういう印象系だかな。よーし行きますか、頑張るか。結局5を使おう。はい、熱血としたたかか。まあの、うん、今西だな。能力的にもクリーンアップ張ってるだろうきっと。ごめん打順覚えてない、全く。うん、5番だ。うわ迷うな、これどっち行くかな先発。あ石田で行こう、エースだ、エースで行こう。3番行きたいな。はい、こんな感じで。よし、まず加藤や。
秋のやつ終わったら、あ、地区大会みたいな名称のとこ行くんでやるんだよね。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。まず勝つぞ。向こうのマネージャーかわいいな。三塁側愛拍手に送られて守りに散っていきました。お願いします。戦いを見せてくれるのか。いよいよプレーボールです。ワンアウトラン恒例の能力チェック。まあどのピッチャーもそんな差はないんじゃないかなって気はするけどな。ミート力あるな。パワーある選手、まあ今んとこ見当たんないからいいけど。お寺くん、小寺くんいいな。総力10盗塁ビー好きだな。繋がれたらめんどくさいね。なんかちょこちょこなんかチャンス強い子もいたから。よし、はい、さあエンドラン行くのもあり。いや、もう一球。一塁達成。打ちました。ファルボール。どうすかな。いや、引っ張りてえけどな。まあ、レベル高いもんチョイス行った方がいいな。打ちました。レフトイン。よし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 。はい、ナバチ。今西。チャンス。いいね、しっかり。入っちゃえ。オッケー。あ、そう、あの取りだめで病院に行ってたんだけど、俺の中では手術の可能性あるかなと思ってたんだけどさ、なかったわ。あの薬ぬりぬりしてどうこうするって話落ち着いたわ。これはちょっとカウント見てエンドラインいきますよ。次ここボール球やっていこうかな。あ、というか2014ってボールカウントから始まってんだな。よし、エンドライン行こう。打ちました。ヒットエンドライン。赤石もいいですな。強心臓使うか。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。転がせかな。転がせっか。繋ごう。どうすかな。ミートに行くか。打ちました。よし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 、ナバチ。レフトバックホーム。満塁。2アウト満塁となりまして、寺田愛ラッキーボーイ追加点のチャンスを迎えています。初球流し打ち、ファン。ミート転がせな。転がせな。頑張れ。打ちました。はい、ナバチ、いいね。今西一気にホームイン。はい、ナイスラン、素晴らしい。ガンガン点を取ろう。はい、流し打ち、どうだ。いやー、俺これ待てにしといた方がいいかな。やっぱり最初の2球なんか普通に指示出してたけど、ボール球振って空振りってことも全然あるもんね。最初で頑張れ、踏ん張れ。
小出、はい、よし。どうしようかな。待てするか。今んとこやっぱ最初に2球で打ってることがないから待てのがいいよね。ここら辺の仕様を完璧に把握するのは無理かな。強心像。さあ持ち前の強心像が力を発揮するのか。ってことは初球スクイズもまず失敗してしまうってことになってくるのかね。できるだけ早くな、ここら辺のカードの切り方。安定というか確定というか、俺はこういくぞっていうスタイルをちょっとつけときたいよね、早い段階でね。まあ理想を言えば初年度に。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。打った、サード右横。うわ、あ、まあ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 。ツーアウトランナー二塁三塁に変わります。行こう、熱血。もったいないかな。もったいなかったかな。さあもう あとはもう強振引っ張りだ。いやもったいなかったね。タッチアップで1点取れるときに熱血使うべきだったかな。転がすな。打ちました。小西ボールを取る。一塁送球アウト。しゃあなし。ランナー飛べ。オウデンファイト。調子を上げてくるか。ツーアウトだべ。できるよ、何も使えてくねえな。頑張れ。このイニングラストの予定よ。打ちました。三遊間の当たり破った。ボールは中継。豊岡ヒットを放ち、あーというか危ねえ、あれだ、ランナーいるときに俺普通に打たれてんのか。最初の2球でも絶対じゃなかったんだ。頑張れ。よし、うちの守備力で取れるかどうか。オッケー。お疲れさん、お疲れさん。最近多分ピッチ変わってねえな、あれな。うん、山根君二刀流だ。お任せでいくか。信頼度ゼロに近いだろうけど。オーケー、ネバッチ。赤石二塁回って三塁へ。レフトからサードへ。寺田ヒットを放ちました。あ、青田になってる。青田のまま行くか。8回裏は投げてほしいな。さあ持ち前のファイトが全面に出て。多分あとピッチャー残り1人でしょう。望月くん取っときたよね、9回に。
2点差余裕もねえしな。はい、あーどうしようかな、強振か。打ちました、一、二塁間へ。オッケー、ナバッチライトバックホーム、アウターヒットを放ちました。さあ、使わん。別に何かを縛ってるとかそういうわけではないんだけど、使わなくてもいいかなっていうただの俺の直感で使わなかった。この最初の1球を待てにするのかな、すげえなんか無駄な時間がするけども。お、ヘロってるよ。オッケー、ナバッチ三塁回った、一塁ランナー三塁へ向かう。いいですね、何点差あってもいいよ。タイムリーツーベース、はい、打ちました、三遊間、いいね、素晴らしい、いい攻撃力だ。さあ金村打とう。金村結構パワーあったよね。ホームラン打ってもいいぞ。よっしゃい、ナイスホームラン。何点差、8、ピッチャー交代。あ、赤木が勝手に出てる、いいね。そうだ、あの君島が勝手に出た時に選手交代オートになってからじゃねっていうコメントがあって、そこら辺の設定変えれるのかな。今全然その勝手に出てしまうこと自体はね、まあ栄冠あるあるだと俺の中で思ってるから全然いいんだけど。頑張れ、はい、はい、バッター、ここもう外角中心で押した方がいいんじゃないか。ファイト、打ちました、ファール、打ちました。なんやかんや望月君無傷だからね、素晴らしいですよ。勝ち、ホールド勝ち、はい、初戦をものにしました。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。目指した。さあ2回戦の相手ですな、ランク低いといいな。はい、石田ピンチF、しゃなし。せーの、ドン。おう鬼北昇降でいいのかな、鬼北き紀北、いやそんなんか回りくどい読み方しなくてよさそうだな。鬼北かな、
ちょっと1-1いくか、何も休めないけどマイナスなことが起きないこと願おうぜ。彼女システムあんだ。黒い前彼女できちゃって、はい、おめでとう黒いわ。打順下げるわ。いや下げねえよ、下げない下げない。内気なのに彼女できたんだな。あれだな、部活の時は内気な感じだけど、あれなんだな、部活から抜ければちょっと強気な感じで、俺野球部のレギュラーなんだとかってなんか女の前で言うタイプなんだろ、嫌なやつだな。およし、いいこと起こったな、よかったよかったよかった。さあ終わりますか。んでちょっとオートの設定、起用設定かな、起用法なんもねえしな、チーム方針いじってねえしな。ロックか、ロックかけるしかないのか。あーいらねえかな、もう勝手に出るな、出てもう、うん、あとはこっちでなんか楽しくやるからすっげえ適当な感じだけど、もうあとはこっちで楽しくやるから、もう選手は選手でよろしく勝手にやってくれ。よし終わりますか。明日は前評判 B、 もうめちゃめちゃ難しい相手だと思うけども打ちまくろうね。え一応こっちにはその2ボール最初の2球っていうアドバンテージはあると思ってるから、攻撃に生かしていきましょう。あとはエンドランが、まあ運も絡むけどね、うまいことハマればいっぱい点取れる可能性はある。全然可能性ゼロじゃないから頑張りましょう。はい、終わり、さよなら。妄想症か。